末期 M16 末期 m 十六は九百十九年にイタリアで作られた短座のスポーツ機である。少数機が生産され、複座の練習機末期 m 二十と同時に開発された。末期はニューポールとの合弁会社、末期ニューポールを設立し、イタリア空軍向けの軍用機の受注を狙ったが、その目的を達する前に第一次世界大戦が終了し、民間機の需要を狙って、 新しい機体の開発が行われた。軽量で運用コストが低く、未整備の飛行場で使える機体が目指された。アレサンドロドニーニの設計で複座のマッキエ M20 と並行して開発された。全木製の構造で、ハフバリで、当時の一般的な構造であった学系断面の胴体が縦長で下翼の下にバルジが設けられているのと、簡単なサスペンションが付けられた体型の主脚が、 特徴であった。エンジンは低出力のアンザニエンジンなどが装着された。スポーツ機として成功し、1920年に3770メートルの高度記録を記録し、翌年、競技会で優勝した。民間向け以外に、アメリカ海軍が連絡機として評価用に3機を購入した。マッキー M16 イン GMS グループマドリスティーコ、セステス、ハットマッキー M16 イン、 ありがとうございます。